はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。シャドーガーデン様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。影の実力者っていうあのアニメのに出てくるシャドーガーデンでしょうか。5月18日 NHK 経営委員会で根本理事という理事がですね、総務省の有識者会議でこんななりましたって委員会で説明してるところの議事録見つけたんですけれども、4月26日のあの総務省有識者会議に受信料ネット徴収方法としてサブスク、あれですね、あの ID とパスワードを発行してログインしてみるような、広告収入、税金を投入、従来の受信料徴収方式の4案が提示された、有識者会議に従来の受信料徴収に基づく方法で一致した、スクランブル放送みたいにですね、あくまで ID とパスワード発行の、サブスクはやらないようです。やりたくない。まあね、広告収入なんかはですね、したら民営化したらってなるし、税金を投入ではじゃあ国営化だよなって、なりますから、これはまあ話のほか NHK にとっては、でサブスク ID とパスワード発行と従来の受信料、一体どうやって取る気なんだろうなって思ってたんですけど、まあまあアプリ、何らかのアプリを用意して、それダウンロードしたら金もらおうみたいな方向になってるみたいなんですけど、それって ID とパスワード発行と何が違うんだろうな、ちょっと謎なんですけど、総務省有識者会議、この辺のことよく分かってないかもしれません。サブスクがどういうものかは知ってるが、それやとですね、まあネットフリやアマプラと競うことになるからやりたくないんでしょうね。サブスクは、従来の受信料方式、アプリをダウンロードしたら、これスマホのメーカーに NHK 見れるアプリ入れないと売らせねえみたいな、そういうことなかもしれないですね。つまり新製品どれ買ってももうNHK に金払うようになってるみたいなことになってたらどうしようってですね、暴動金じゃねえのこれ。スマホ料金に自動的に上乗せで NHK に金が流れる仕組みになっちゃったら、思いますけれども、受信料は NHK 存続のための特別負担金なんていうぐらい自信満々だったらね、自分らの作る映像に自信満々だったら、スクランブル放送とサブスク配信で勝負しろって思うんですけどね。ネットの判断です。勝ち目ありませんしね。ネットフリックス、アマプラに勝ち目ない、ことが分かっている。極力今以上に仕事を増やすことなく収入を増やしたいってことかと。もはや車、酒、タバコとかよりよほど質の悪い税金に、既得権益が最も楽して儲かりますし、ヤクザ商法そのものと、総務省とそいつらが集めた有識者とですね、 NHK は方向性まで決めてですね、ネット徴収に向け着々と準備中ですね。放送法71条にその2を追加して、NHK の正規事業にしようと今着々とやってるところですね。ネット配信を NHK の必須事業、本来事業に、しましょうってことで、着々と進んでます。というわけで6月11日日曜日 NHK ネット徴収反対デモを行います。来てねー。こんな理不尽で不公平な貴族集団を子や孫に残してはいけません。我々おっさん、お嬢さん方、大人のお嬢さん方、が、後世ですね、あの時の大人はだらしない、NHK 潰せねが、言われますんでね。同経営委員会で判明した現在の受信料徴収率は 79%、 つまり 21% は絶賛滞納中、推定1000万世帯、これ4200だかが全部のね、契約数なんで、1000万世帯が絶賛滞納中。スウェーデンの人口より多いですね。一般企業が2割滞納されたら到底立ち行かないですけど、 NHK が揺らがないのは独占をいいことに受信料をぼったくり価格に設定しているからであります。今衛星込みで2170円だっけ、滞納をなくしたら、つまりスクランブル化したらですね、今のまま2割削れるはずなんで、衛星込みで1600円、地上波だけだと1200円ぐらいだから2割減で、まあ、960円ぐらいでできるっ
っていうものを1200円にしてる、2700円、2170円にしてるっていうことで、ぼったくっておるんで、2割滞納しても平気平気と、こういうことですね。これら全てを、請求訴訟するのは不可能、1000万人だから、例年のですね、受信料請求訴訟は年間800件程度で、万が一以下なんですけれども、まあまあこれ裁判所のキャパシティ的にもそうなんだろうな、これ以上やっとですね裁判所に怒られんだろうな、パンクしちまうんですね。ただし初めから払う気がないのに契約したは商品を騙し取る詐欺罪ってなるので、これネットで物を注文して払う気がないのに商品を騙し取るなんて表現がよくありますけれども、詐欺罪になっちゃうんで、 NHK 党が進めるですね契約して滞納しろは絶対に絶対に実行しないでください。未契約割増金請求が今月から開始されました。取材したいので割増金被害者さん大募集であります。拍車いたします。取材させてくれたら、お話聞かせていただけたら拍車いたします。ご連絡ください。 C カズを立憲がマイナカード改正法決議に同意した、許さない許さない許さない激怒、採決日程に同意したぐらいでなんでそんな怒ってんのって、思ったんですけど、どうやらですね新しいマイナカードは外国人在留カードと一体化され、不法滞在やその他犯罪がやりにくくなるからの模様であります。それで共産党が怒っているっつうね。一般犯罪やったれやったれ、指紋と DNA 情報も頼むわ、偽造できんようにしてもらわんと。またあそことあそこの政党が猛反対しそう、立憲と共産かな、令和も反対しそうだな、社民ももちろん、懸念懸念言ってるやつはどういったそうなんだ、不正してるやつ不正したいやつがギャーギャー反対すると。スパイ防止法も作ってよ。来年から運転免許も一体化されるようです。あと現在の保険証も一体化されて、現在の紙出てきた保険証廃止されるみたいですね。保険証も言ってくれる、これはなくしたら大変だな、何でもかんでもマイナカードに一体化したとマイナカードなくすと大変だなって思うんですけれども、そしたらですね指紋とか DNA で再発行してもらえるような仕組み、そんなこと言い出したら共産党と立憲がギャー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 ね、国に管理されてしまうかなんか言ってね、いや管理されてっからさ、もう住民票とかで、立憲共産令和社民なくしたらどうすんだって騒ぎそうですけれども、なくしたら大変なのはですねスマホと一緒だし、なくさないようにしてくれって言うしかないっすよね。そうするとねまたねレアな例を出してきて、認知症の人はどうすんだ、言い出しますけど、うるせえなでいいっすね。情報一元化で脱税したりマレロンしたり、病院はしごで薬をたんまり入手して売ったり、不法滞在しにくくなったりで困るっていうのは犯罪者ですね。そうでない普通の人にとっては便利になる、利便性が高まるんでは。反対するやつは不正してるやつと不正したいやつ呼ばわりを今からしとこうか、でそれに味方する共産党、不正したいやつしてるやつの味方共産党ということを今から言っとくかということですね。朗報です。特殊野党の抵抗で LGBT 法案が膠着状態、今国会での成立は困難という見方も出ている。与党案、性同一性、不当な差別は許されない、それに対して野党が、特殊野党が性自認に直せ、差別は許されないに直せじゃなきゃダメだって騒いでるみたいであります。自民党一部議員も反対して、国民の関心は薄まっており、棚ざらしにすればよい。こちらはLGBT 法そのものに反対している自民党一部議員、ということらしい。一般反応です。サミット私やってるポーズでいいだろう。辞任は言い出したらキリがないだろう。これ以上窮屈な世の中にするな。こんな不要不急の法案必要なのか。差別云々は LGBT 限定の狭い世界でやるべき問題ではない。差別は全ての場合で許されないんだから。憲法14条で書いてあるんだから、LGBT 限定の狭い世界でそんなこと言ってもしょうがないんじゃないの。性的少数者に対する合理的配慮って具体的に何？具体的に。公金徴収が目的だから。
憲法における平等の定義さえあやふやなのに、それよりふわふわな法案だしと、特殊野党が言う通り性自認ってしたら言いたい放題ですよね。物証皆無の自称慰安婦と一緒でね、不当な差別は許さないって当然のこと、憲法14条がすでにあるし、差別は許されないって特殊野党は自称性的少数者を批判すると罰せられるような社会にしたいわけかな。何でもかんでも文句垂れると変なこと言って、まあ少数者が変なこと言ってそれを批判すると差別だっつって罰せられるような社会にしたいわけなのかな。慰安婦は自発的だったって言ったソウル大学の教授が殴られて土下座させられていましたけれども、ああいう社会を目指してんでしょうかね。そんでもって石川大我みたいな自称ゲイの議員を量産してですね、批判を封じると、石川大我がなんか変なことを言ったり変なことをやったりしてそれはおかしいんじゃないかって言うと差別だって言う、それで封じる世の中にしたいと、だがしかし性的少数だっていう証明は、その差別を予防するためにですね、一目でそうと分かるように額にサインでも入れてくれんのか、そんなことできんのか。マイナカードにもですね、非ノーマル、非性的ノーマルで情報を入れて生活するんですか。でないと差別予防できませんよ。性的少数者に対する差別が許されないってなったらば、そうと分かるようにしておいてもらわないと困んだろっていう声も当然ありますよね。そんなことできんのか。それこそ差別も差別、大差別では。特殊野党は、まあ、当事者のことなんか全然心配してないですからね。それ関連のですね、社団法人と NPO をしこたま作ってですね、あるいは乗っ取ってですね、公金をチューチューしたいだけ、社会を混乱させたいだけ、1985年のスパイ防止法の時みたいに、揉めに揉めて時間切れ廃案になるといいですな。スパイ防止法は、もうね、40年近く経ってんだから、もう一回やれよ。1985年に失敗したからって、めげんなよ。そろそろ大丈夫だろう、スパイ防止法。って思うんですけども。田島麻衣子、立憲参議、46歳。国会で手当を何度も手当と言ってしまい、住宅手当とか、通勤手当とか言ってしまい、小学校で習う感じだよね。世間困惑ネット困惑って書いてありますけど、ネットイコール世間だから、もうね、リアルとネットの区別なんかねえから、ネットの意見などって言って、やりたい放題やってた土佐市の80代のビル所有者、ひどい目やってますよね。ネットもリアルもないって、ネットイコール世間だっていう話。世間困惑、一般反応、斬新すぎる、日本人なの、未曾有すぎるだろ。議員は期末手当もらってるのに不自然では。日本語が得意じゃないんだよ、察しろ。まともに働いたことがないのがバレバレ。まあまともに働いた方だったらなんとか手当ってもらえんもんね。通勤手当とか、まあ住宅手当とか、あと出張手当とか、田島って偉そうにキンキン喋ってるあの女が、日本の小学校出てない可能性。加藤議員麻生さんの水入れであんだけ大騒ぎしたんだから当然厳しい処分するんだろうな。ゴミマス全力スルー案件、一見日本人46歳でこれ知らん人生って、てんてんてん。一体どこいたんでしょうね、小さい頃。いきなり出てきたのかな、ポッと40歳過ぎてから。加藤麻衣子、覚えましたね皆さん。今後手藤議員って呼ばれること受け合いであります。ひらがなしかねえ国から来たのかな。立憲は全員ですね、名誉日本人の党なんで、まあお察しですね。通勤手当やら住宅手当やらとは無縁の世界にいたんでしょうね。どこで何やってた人かは知んないですけど、議員の期末手当にも本人はタッチしてなかったと。麻生さんの溝湯の時は大賛したが、手藤議員はテレビ全力するでしょうね。かくして上と下の情報格差がまたすごいことに、手藤議員、手藤って言いやすいんだ、住宅手藤なんじゃそりゃということを私の動画見てるような方は知っている
しかし、テレビしか見てない人は全然知らない。また一つ情報格差が、絶大に開いちゃったな、所得格差ところでない情報の格差すごいっすよね、ある意味ですね、あの国民の分断に成功してるよなテレビな、思います。文春記事の立憲民主党議員名古屋高級焼肉店、個室人糞放置事件について脱糞民主党とツイートしたパンパカ工務店さんが刑事告発されガサ入れを食らう。これについて弁護士 .com が立憲民主党に取材申し込んだが取材を拒否されたと、いう記事が出ておりました。弁護士 .com もこれおかしいんじゃねえの、って思って取材申し込み。まあ普通の事件だったら取材なんかしねえもんね。一般判断です。立憲は党も議員も言論弾圧したくて仕方がないと、中国ロシア北朝鮮に憧れてるから言論弾圧したいと、こんな連中に権力を持つじゃ絶対ダメダメ、立憲には毀損される名誉がないだろう聞き流せる余裕がもうないんだろうな。忘れた頃に思い出させてくれる親切、せっかく事件が風化してきたのに、記事を書いた文春はスルーと、立憲の提訴で求めに応じて、まあ、開示請求を命じた判決文なんですけども、裁判所はこう判断した。極めて低俗かつ卑猥な表現の仕方で、原告の社会的評価を低下させようとする意図のもとにされているということは明らかであって、その表現の仕方に点において、政党に対する表現の事実として最大限に尊重されるべきであるという類のものではないと言うべき。まあ、結局はですね、政党批判の域を超えた低俗かつ卑猥な表現だっていうことらしい。だから開示請求を命じたってことらしいんですね。実際のツイートがこちら問題となった、脅威の下ネタ団体脱糞民主党、焼肉屋さんのお座敷でわざわざ脱糞、そして知らん顔でとんずら、ええ年した愛知県議らが何やってんだ、ありえないだろう、起きた事態をですね、実態をですね表した的確な表現で、別に低俗かつ卑猥な表現じゃないんでしょう、起きた事件を的確に表現してますよね。立憲は事後に店にどうか穏便に行って謝罪に行ったにもかかわらずね、事実無根って言い張ってんですよ。党のあの公式の、中央のね、党の立憲党としての、見解は事実無根、そんな事件はなかった、言い張ってる、これをですね裁判所が信じたのか、やってないことにここまで言われたみたいに、じゃああの低俗かつ卑猥だね、表現の域を批判の域を超えてるねって判断したのか、やってない人間がなんでどうか穏便に行って謝りに行くんだよって感じ、記事を書いた文春は訴えてないんすよ、これね、記事を書いた文春訴えて事件が再調査とか、あの証人呼ばって証言させるとか、つわびらかになると非常に困るから、文春は訴えないんでしょ。じゃあやってんじゃんね、文春はスルー、じゃあ事件はあったって推測できないね、あの地裁はバカなのかな、バカなんだろうな、事実無根の前提で話が進んだら、あのパンパカさん起訴されちゃいそうですよ、あの刑事事件で、パンパカさんの弁護士さんはですね、文春を訴えてないのは文春記事が事実だから、でこれはあの事実を的確に表現したツイートに過ぎないって、主張してですね、不起訴をもらいましょうよ、そこ気づいてないのかなっていう、気づいてるといいな、思いますけれども、というわけで6月11日、NHK ネット聴取反対デモを行います。 NHK 未契約割増金被害者さんもご連絡ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。